The doors on the right side will open. Please watch your step when you leave the train.桜かな、あ違う、熱海桜だから、そうだよ。てきお泊まりじゃないんだけどね。入り口が見えてきましたね。はい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 、初めて、なんだかんだ初めて。多分梅の時期には来たことがない。近寄っちゃいけない。近寄っちゃいけない。大渋滞だから。じゃないから大丈夫。大人2人です。はい、咲いてない場合ね。うん、だって咲いてない時は無料なんだもん。ああ、そっかそっか。なんだろう、なんだろう、幼稚園だから。でも春休みだから咲いてたのかな。ギリギリ終わった頃かな。まだこんな時間だからこんなもんじゃない。そうだね。それかまだこれからだよね、本番はね、きっとね。だからどうなんだろうね、場所によって早咲き遅咲きってなってるのかさ。早咲き、中咲き、遅咲きなの。咲かないところがね、全部が満開っていう状態ではない。いちご大福。いきなりですか。どこのいちご大福だろう。おやつは何も持ってきてないから。熱海菓子の菓子組合の売店ですって書いてあるよ。一応ちょっと見てこないとダメだ。地元のお菓子屋さんだから大好きな。いちご大福を1個ください。ハハハハハ。確かにすごい。ちょっと粉がガブってかぶってる。ちょっと見る。甘納豆餅の方が本当に入ってたんだ、あれ。あ、すごい。あ、これは、でも高いだけあって、安いよ多分。240円って東京では。ああ、いちご大福だと高い。あ、でもお餅が美味しい、やっぱり。自然のさ、なんかちょっと作りました感はね。なんかさ、周りあるけど、いろんな裏目の先でさ、自然の裏目の先を見てるからさ。どこだっけ、なんだっけ、どこだ、どっかでなんか結構いいのみたいなの。車見えますか。あ、ちょうどいいんじゃない。先と上が見えるっていう、まあそういうことはあんまりないよね。山の中に咲いてあるから。おお、読めない。どうしてさ、橋の名前ここにこう彫っとかないのかな。確かに普通あるよね。でそこでさ、漢字が難しくても読めるようにさ、ひらがなで書いてある。
一時逆光だね。わあ、これなんだろう。あのさ、絶対セットの時はさ、どっちかがさ、両方いい状態じゃないんだよね。ああ、そうだね。同時には咲いてない。ね。ひよちゃんか。え？ひよちゃんだった。大きいから。静かなひよちゃんだね。ああ、シダレウムや。老害だ。え？違う？ヨドリだよ。お、ああ、カメラ持ってくればよかった。八重館、八重館光。白梅の方が今美味しいのかな、蜜が。紅梅は終わってるからさ、目白さ、白にさ、行きがちなのかな。なんかさ、中央広場だけど、中央になかった気がする。全然端っこの方だった。あ、行けるんだ、行けるんだ。湯治梅ばっかりだ。これ何の説明もないんだね。足湯。足湯なのこれ。うん、だって足湯って書いてあるんだ。あ、いや、そうなんだけど、ここに説明がないよね。はい。なんかちょっと違う感じもするけどね。違うのかな。でもこうなって、ここだ。確かに。ここでね、トイレのね、駅の前、ね、温泉マークのマンホールがあったの。トイレの並び列の真下に。ちょっとどいてくださいとは言えなかった。本当だ、本当だ。あ、かわいい。ほら。これは足湯ですよ。これは足湯だ。夏かって読むんだ。夏か。あの一番上の私が足湯と言ったところから流れてきた。韓国梅園はね、2000年に行われた森さんのと金大中さんの日韓首脳会談の翌日に梅園を訪れて園内を散策して歓談されました。だって韓国ドラマ入ったんじゃないの実は2000年頃日本と韓国の友好を願って作られましたってことだよ。朝鮮時代の伝統様式と手法を取り入れて作られた韓国庭園です。でね、こういうね、壺の下になんかね、隠した手紙とか日誌が隠されてる。韓国ドラマあるある。韓国ドラマあるある。あ、オンドルの煙突なんだ。オンドルってね、寒いところにある。韓国って寒い？寒いよ、大陸だから。あー、そっか。降りていきましょうか。ここに書いてあった。逆に回ってるぞって。どこから入ったんだっけ、私。向こうから入ったからか。上から降りてきてるから。なるほど。でもさ、順路って書いてあるから、この私で回ってる順路って待ってない。ね。中山市。あ、でもここ靴脱がないと入れません。移築したのかな。確かにね。あそこに行きたいのよ、絶対。ん？機運閣。あ、あれ行くか。どうしたの。あ、でもあれだよ、あれ寛一だよ。あ、知らない、熱海節って書いてある。知らないな、熱海節は。木花天菜があんの。それは何ですか。でも木花天ってこれそうなんじゃない。後ろで咲いてるやつ。ほら、11月半ばより咲き始め3月中旬まで咲きます。茎が筒状で表面が麻のようですって書いてある。麻のようですって言われてるね。え、何の表面。花の表面だよね、麻。珍しいね。木花天菜は知ってるけど、木花天菜は知らない。木花天菜は浅川の辺とかに行くのかな。全然違うものかな。見晴らし台だからさ。
そうそう、階段上がんなかったから。キハダってさ、なんかさ、こう古い感じというかさ、ね、あ、人絵やばい。ちっちゃい。ちっちゃい。なんか枯れたっぽいのが多いよね。なんか。あ、フズソウがまだ、ほら、咲いてる。で、色がちっちゃい気するんだけど。くちばし先はね、子供の目白は、でもこんな時期に子供じゃないよね。ヤバい系、やっぱヤバいが綺麗なんだ。なんか初めての時、なんかちょっとこの音がおかしかった。ヤバい系。ほら、やっぱりここはヤバい系って書いたんじゃん。あれ間違ったんじゃないの？ヤバい性って書いてあったの。やっぱ系が本当なんじゃないの？ヤバい系だけど、なんとかっていう固有名詞はついてないな。直射日光が当たっちゃうんだね。椎茸、あー、椎茸とかも多いのかも。これも糸川桜だよ。すごい。おそらくでね、なぜか世田谷区とね、なんか提携しててね、年間に、ね、200ぐらいまでね、3000円ぐらい補助が出るの。9000円、普通の平日とか行くとね、6000円いくらぐらいでマムラシとか泊まるからね、よくよくっていうか1年に1回ぐらいね来てる。何をするか。お、すごい、温泉まんじゅう出てる。ちょっと買ってこう。温泉まんじゅう、ちょっとこれからお昼だけど、おまんじゅうを1個ください。はい、第1個温泉まんじゅう1個目。ここにあるじゃない、旦那トンネル。旦那神社とかある。ちょっと行ってみよう。この辺なのか、旦那トンネルって。あ、じゃあとりあえず、あ、本当だ、住職員だ。旦那トンネルを作るために、私が熱海の旅館民家にそこで建てた。関係ないじゃない。なんだ、関係ないというか、旦那トンネルとは関係ないじゃない。旦那神社ってことが近くなんだよね。よく分かってないんだ、どこの辺だ。この辺ってことは分かんない。トンネル自体はどこなの？下。下？こんなとこなの？すごいね、67人も。なんかすごい工事だった、鉄道なんとか、多分まだ録画消してないからあるなんだけど、さらっと一回見ただけだけど。このまま下に降りれないのかな。なんとなく行き止まり風だね。戻るか、そうだね。ここにあるってことは、これが旦那トンネルなんだよね。よくわかんないけど、そんな気がします。うーん、そうかもよ。わざわざここに作ってんだから。でも旦那トンネル殉職者碑って書いてあるけど、旦那トンネルっていう言い方は別に地図に関係ないから書いてないのかな。JR 貨物。JR 貨物でしょ。あ、ちょっと回る。中が抜けてる。長い。JR 貨物。全国20何個の総社って書いてあった。総社、うん、大元総
総本山って言うじゃん、お寺だと、うん、今流行りのなんとか稲荷神社、伏見稲荷的なのこの人気じゃん。そうだね、大楠の木、大楠の木はもう一個こっちや。本当はあれが第一大楠、でもあっちの方が大きくないよ。すごい、樹齢1300年を超える第二大楠の木、昨年前の落雷にも負けず今なお息吹、幹の裏側に回り回ってくださいだって。ほんとだ、ほら、まあ、ここ空洞なんだよきっと。ほんとだほんとだほんとだ、ほら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 、周りさえ生きてればね、樹木は大丈夫だからね。これでも枯れないんですね。おしゃれな感じ。なんかすげえ徹底的に作り直してるね。神田明神みたいなね。しゃあ、ほら乗っかってんだよ。わあ、この歩きやすくなってる、このすごいね、すごいね、この道。おお、いやあ、クスノキにお参りしてんの。結構大きなクスノキって見てるけど、これは結構確かにね。すごいらしいよ、パワースポットとして今大人気らしいよ。そうなんだ、うん、すごいね。ライトアップもするんだ、こだまフォレスト、樹齢2000年、健康長寿、新館長寿と伝説。詳しくはお城をご覧くださいだって。本州1位だって。本州1位、うん、幹を一周すると寿命が1年延命するって。じゃーん。2000年イヤーズオブプレイヤーというところで意味が分かんない。結構急だね。熱海はみんなこうだよ。もうさ、木戸宮神社がさ、土地いっぱい持ってんのかな。儲かってるってことだね。日の宮神社のマンションなんです。そうそうそう、ひなびた感がよく立ってますって感じ。育児像だ。2、4、5、6。6います。まあ熱海はあんまり硫黄臭くない気がするんだけど。何何、あのインベーダーみたいなの。確かインベーダーだ。熱海温泉毒まんじゅうだって、本日乾杯って書いてあるよ。毒まんじゅうさん、ね、どういうこと。なんだろう、毒まんじゅうっていうの、ね、ややこしい考察。